シャックです。マッツです。今日のテーマはカイリー・アービングの衝撃トレード。聞いた。マジでびっくりしたね。先日カイリーがトレードリクエストしたっていう回あげましたけど、あげたけどそこのイメージないわー言ってたとこに行ったで。しかもあげてから2日後。早すぎるやろ。人気物件すぎるやろ。もう空き物件すぐ消える数目かみたいなね。エリゴなんか3年くらいずっと噂あんのに。お前もう敷金礼金なしでいいよもう。ほんまただでただでって素人 NBA。 いやそんな噂があってからもうスピードでこう決まったカイリー・アービングのトレード。今日はそんなカイリー・アービングのトレードについてね、どういう狙いがあるのかちょっと話していこうと思います。話してくれ。今日もぜひ皆さん最後までお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッとポチー押していただいて、窓の方を忘れずチャンネル登録いただけると僕らの続けるモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。まず今回のトレードおさらいからちょっと入りたいんだけど、まず一旦ね、ダラスマーベリックスがカイリー・アービングとマーキフ・モリスを獲得。うわ、ユータじゃなくて俺は安心したよ。そこは俺は逆に心配で。おう、なんで？ちょっとそれは後で話すわ。ネットで出てくる。カイリーの獲得には他レイカーズとかサンズも獲得にね乗り出してるという話があったけど、ダラスマーベリックスが噂通りゲット、勝ち取りましたな。ただ裏側ではレイカーズはラスト指名権2つをオファーしてたらしいし、ついに隠し玉も出してたんや。もう出してたらしい。そしてサンズもジェイ・クラウダー、クリス・ポール指名権のパッケージをオファーしてたみたい。クリボ入ってたんや。マジで入ってたんや。すごいね。クリボ入ってたみたいで。はー、その中でダラスがカイリーを獲得しました。そしてブルックリン・ネッツが選手は2人でスペンサー・ディンウィディとドリアン・フィニー・スミス。もうディンウィディお帰りやん。そうやね。そして指名権は2029年の1巡目指名権1個と将来の2巡目指名権2枚と言われてます。だいぶ先のやつをゲットしたわけね。アセットをネッツとしてはゲットしました。どっちから話そうかなと思うんだけど、まずはダラスマーベリックスか行こうか。いや、みんなそっち聞きたいよ。サムネそれやし、どうせ。確かにな。まずはさ、これカイリーとルカのデュオ爆誕。いや、爆誕やけど合うの？俺もう全くイメージないわ。前の動画でも言ったけどさ、俺もうめちゃめちゃ意見分かれるとこやと思う。噛み合うのか不安やぞ俺は。めちゃめちゃ空中分解してもおかしくないし。やるぞ。めっちゃ噛み合って、それこそレブロン・アービングみたいな感じになっても全然おかしくない。おかしくないな。なる可能性もそれで例えるとありえるな。あれ、しかもどうやら今回カイリーを獲得する前にダラス側はルカに相談したらしいな。アービングどないやと。そう、獲得してええかと。なのでルカとしては一応了承した上でのカイリーの加入になる。ルカ的にはまあこうやればうまくいくかなみたいなのがあるってことやな。おそらくそうやと思う。で、俺はこの二人は結論合うと合うの。そうなんや。結論合うと。なるほどね。なんで？もともとダラスマーベリックスの問題で言うと、ルカに代わるハンドラーがいないっていうこと、ずっと言われてる。そしてなんだかんだ今シーズンルカ抜きでのダラスマーベリックスって0勝7敗。あ、めちゃくちゃ弱いんや。めっちゃ弱い。ここにも負けてたからね。そう、正直最近のダラス見てるとルカ以外誰出されてもおかしくなかった。ほんまルカ一強のチームなんや。完全に今日すごいのが一強で今ウエスト6位やから、ね、頑張ってんね。だいぶそうやね。すごいわけよ。確かにウエスト13位まで団子やねんけど。まあぐちゃぐちゃやな今。その中でルカに代わるスコアラー、これ絶対的に必要やったわけよ。その中でオール NBA 級が取れたと。お前ね、オールスター開催マン大変やん。もう行ってもうたやんけ。ベストして勝ったやんけみたいな。今どないすんねんなってるよ。確かにむちゃくちゃなことになってると思うけど、ちなみにルカがバブスに入ってきて、てか NBA に入ってきてオール NBA 級の選手とプレーするの初めてやから。あ、そうなん。なんかそうです。楽しみやね、それ聞くと。そうやね。昨シーズンまではやっぱ相方ポルジンギスやったけど、ポルジンギスもオール NBA ではなかったし。せやね。しかもダラスのオフェンスで言うと圧倒的にルカのアイソレーションが多いバスケットで、ぬるぬるっといくやつね。そこにカイリー・アービングのオプションが加わると。緩急激しくて大変かもな、意外とディフェンス。しかも昨シーズンルカとブランソンのコンビめっちゃ良かったやん。なのである意味その超上位互換になる可能性が。そっかそっか。そうやね。そしてルカは当然中もそうやし外も当然攻撃できんねんけど、カイリーもその2つ持ちながらミッドレンジの確率実はリーグ3位やからね。キュッて止まるやつね。そうやね。4本以上1試合打ってる選手に絞るとKD、ブラッドリー・ビールに次いで第3位。わ、すげえ。そう聞くとビールも頑張ってんねんな。ビールもね、ちょっとずつよくはなって。なので、例えば、当然2人のアイソレーションでもいいし、ルカとカイリー・アービングの2番ゲームとか、ピックアンドロールとかも全然見れると。なんか早いのと
遅いのでなんか面白いの見れそうやね。そうやね。しかもクリーブランドではそのレブロンとアービングがやってたから、その例えが一番聞くと、あ、なんかイメージつくよね。そうやね。なのでそこが結構フィットするんじゃないかっていうところと、そしてアービングが引きつけてよりね、最近レジーブロックとかウィングのスリーポイントのパーセンテージ上がってるから、外から射抜くことができれば結構強い。いいね、そう聞くといいぞ。懸念で言うとガードウィングのティム・ハードウェイ・ジュニアあたりがね、どんだけ調子上げてくるかとはあんねんけど、そこはもう個人個人で頑張ってほしいね。確率はオンコートで言うとフィット的にはね結構良くなるかもしれない。そこは合格やん。じゃあ問題はもうオフコートの方やん。でここやねんけど、カイリーっていうのは何回も言うとおり、今シーズン終わった後に契約は切れます。で高いの欲しいんでしょ。だいたい4年198ミリオンぐらいって言われてんねんけど。高えよ。もちろんカイリーもその契約をもらうためにダラスでは試合には出るはず。出へんかったらさすがにそれもらえるわけないもんね。それさすがにそれは無理。怖すぎるやろそれ契約すんの。そうね。なのでそういう自分の契約も迫ってるんで、今シーズンだけに関してはなんか問題が起きるっていうことはそんなにないんじゃないかなと。もう口チャックで頑張ってくれるとは思う。ただこれ問題なのが、じゃあ今シーズン終わった後にダラス側がカイリーに本人の求めてる契約を渡すかっていうのはこれ全然別問題。チャック空いてまうやん。4年198ミリオンって高いよ。ルカに渡してる金額より高いから。ルカも気持ちは良くないねそれしても。いやそうやね。ルカの契約が今5年215ミリオンそれ超えんねやん年にしたら。そうやね。4年やからね。なるほどね。そう。そしてこの辺があるんで、今シーズンやると思うねんけど、今後はこれ全く分からへんので、今シーズンだけのレンタル移籍になる可能性はある。なるほどな。もうレンタル移籍意味違うけど、もうそんな感じやな。そう、もうほんまにあと3ヶ月とかそれだけのあれだと。二人暮らしのアリエッティみたいな感じや。もう伝説のマブスのユニになるかもしれんな。あ、1万円プレミアつくかもよ、サインとかもらっといたらっていうところと、あと大丈夫とは思いつつ、やっぱりカイリー・アービング何するかわからん。とりあえずマジでわからへんぞ。試合に出ても例えば監督のジェイソン・キッドとうまくいくかっていうのも結構怪しい。まずそこがあるぞ。割とねその辺が結構心配ではあんねんけど、アーティストっぽいもんね。もう彼は昔からそうやね。なのでキッドがカイリーをうまくマネジメントできるかどうかっていうのも大きな注目ポイント。キッドならいけそうな気もせんでもないけどね。今の感じ見るとちょっと難しそうではあんねんけどバチバチいくかもなただなんとキッドとカイリー誕生日一緒らしい。いや関係ないわ、それで仲良くなりますならへんならへんやろそれ。共にハッピーバースデー言わせてもらったらちょっとおもろいけど仲良くはならんやろ。しかもね、マブスでポイントガードを補強したっていう歴史で、過去うまくいってない歴史もあるのよ。例えば過去実は当時オールスターだったレジョン・ロンドをボストンからマブスが獲得した時あったけど、その時も結局当時監督はリック・カーライル、今ペイサーズの監督やねんけど、はい、彼とうまくいかなかったりとか同じようなことになってんねん。赤い意味結局チームバラバラになったっていう歴史もあるんで、なのでその2010年ぐらいからダラスマーブリックス応援してるファンからするとちょっとその過去ロンドがよぎってしまうところもあるかもしれない。ダブルな。ただ今シーズンに関してはちゃんとやってくれるんじゃないかとは思う。さすがにな、4年198ミリオン欲しいからね。そこもあるし結果出さな。そうやね。そしてルカもどっちか言うとなんていうかな、オフコートはどっちでもいいけどオンコートはもう勝とうぜみたいな感情タイプにも見えるから。せやね。なのでこの2人の相性っていうのは理屈的にはいいはず。よし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 、ちょっとポジティブやね。そうやね。っていう感じでカイリーをね獲得したことは、これはもうほんまにいいことやと思うんだけど、一方で失った選手の代償がでかすぎる。デンベレーっていうよりは俺はドリアン・フィニー・スミスかな。ドリアン・フィニー・スミスの方やったん。俺はもう昨シーズンから、昨シーズンはブランソンいたからあれやけど、今シーズンはマブスに必要な男はルカに次いで2番目はねこのドリアン・フィニー・スミスだと思ってる。もう出てったよ。出ていっちゃいましたビューンっていったよ。いやほんまにね、3は今シーズンは昨シーズンの調子は良くないけどしっかり決めれるし、そしてディフェンスでは今後間違いなくオールディフェンシブに入れる選手、選手やったと。しかも2巡目からダラス入って生え抜きの選手やったから。あ、ずっといたんや。そうやね。なるほどね。2016、17シーズンぐらいからかな。なのでその時から見てるダラスファンっていうのは結構ねこれ心痛いと。あー、なんかおっかり穴が開いたじゃないけどね。なのでその穴をね完全に埋めれるとは思わんけど、例えば今回ついてきたマーキフ・モリスあたりがどんだけ
貢献できるのかっていうのも注目。ちょうどいいモリス。しかもね、最近はそれこそマキシ・クリバーが怪我で出れてないんで、彼の穴をモリスがどんぐらい埋めれるかっていうのは結構大事。できるぞモリスなら。ただ正直マブスとしてはカイリーと渡辺来てほしかったと思う。いやそれはそうやろ、いかんでよかったと俺は思ってるよ。マブス的にはね、もちろんウイングがいないっていうところあるんで、ここまでがね、ちょっとダラスの今回のトレードに関して思うこと。結果まとめるといい感じになるってこんな感じやな。ダラスに関してはいい感じになると。そして続いてね、ブルックリンネッツ。俺 KD ファンになってきたよ好きになってきた。かわいそうやわ、さすがに。KD もね、なかなか不憫ではあるけど。ただ俺、今回のマブスとネッツのトレード、この瞬間で、どっちが勝ったチームかって言われると、俺、ブルックリンネッツが勝ったと思う。おお、意外や。なんで？そうやろ。そもそも、多分ネッツ側としても、カイリーと延長契約をするっていう方向はなかったと思う。どうせ出てかれんねやったら、両替したかったのはあるような。そう。そして両替の今回、レイカーズとか、サンズとかのパッケージ、クリッパーズもパッケージあったらしいんだけど、その中で言うと、一番いいパッケージ。あ、そうなんや。そうやね。しかも今のブルックリンネッツが勝ちきれてないところの課題を大きく埋めてくれる二人が入ってきたし、指名権もついてきた。実際に今、ブルックリンっていうのは、KD が離脱してから12戦戦って5勝7敗やねんけど、うん、KD が抜けてオフェンスが悪くなってるっていうよりは、どっちかというとディフェンスが結構悪くなってる。あ、意外と KD 頑張ってたもんね、リムプロとかも、ね、そうやね。センターもできるわけで。じゃあ数字的にも結構これ見ると明らかで、 KD が離脱前の40試合ではブルックリンネッツのディフェンシブレーティングっていうのは 111.2 で、 KD が離脱してから12試合のディフェンシブレーティングっていうのは 117.8、 だいぶ悪くなってるわけよ、うん、しかも今ブルックリンはロイス・オニール以外にやっぱ相手エースを潰していけるディフェンダーの存在っていうのがやっぱ少ない。そこにドリアン・フィニー・スミスが来たっていうことは結構でかい。止めてくれと。しかもディンウィディも今回ネッツに対戦してきた。ディンウィディ昔一人でめちゃくちゃ点取ってたもんね、ネッツで。そう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 。やし、その当然アービングとの孤力っていう観点で見るとアービングの方がもちろん上ではあるんだけど、うん、中長期のブルックリンを見た時にこのトレードはブルックリンとってポジティブなんじゃないかと。いいなぁ、なんかいい感じになってってほしい。それこそ今までみたいにアービングと KD だけじゃなくて、うん、まあ、KD 中心にしながらも周りがいいロールプレイヤーが支えれるチームができると。問題は KD がトレード要求とかしひんことやな。そこがね、次の論点にもなんねんけど。つながってく。どうやら、例えばフェニックス・サンズあたりが KD がもしトレード要求するとか、ブルックリンが KD をトレード出すんであればめっちゃ狙ってるみたいな話がまだ言われてる。やばいやばい。KD の弱いメンタルを続きに言ってるよ、みんなが。弱くはないと思うねんけど。今はめちゃめちゃ強いと思うけどね。乗り越えてる？ちょっとこの辺はね、明日のサブチャンネルで KD についてちょっと出したいなと思ったんですよ。あ、いいね。KD 界をね。はい。そしてディンウィディに関してはブルックリン戻ってきたってもあるし、実はそのディンウィディってカイリーと KD が復帰してからネッツで自分の役割がほぼなくなってしまったというか、結構役割が下がってしまったのよ。その前の役割がめちゃくちゃあったからね。そうやね。で、怪我してその後ワシントンに行ったっていう、ややね、心残りがある最後の去り方やったから、そこは結構嬉しい。結果もう一回出してほしいね、ここで。出してほしい。で、このトレードで気になるのが、渡辺雄太のプレイタイムどうなるか。そうそう、序盤に俺が触れたら、うんって顔してたやんた。ここはね、今まで以上に厳しくなると思う。マジで？まあ、増えたからか。うん、そう。ドリアン・フィニー・スミスと渡辺の役割っていうのは、めっちゃ被るし。やばいやばい。ドリアン・フィニー・スミスの方がやっぱオフェンス面で、キャッチャーのシュートだけじゃなくて、ある程度ドリブルしてから自分で打つこともできるから。うわお。そうやね。また、まだ期限決まってないから、次、ユータさんがどっか行くかもしれんかな。可能性ある。しかも、ディンウィディもガードやけど、身長でかいから、スリーガードとかで普通に使えるから。なるほどな。なので、俺はだからマーキフじゃなくて、渡辺がダラス行った方が、今のダラスにとっては、めっちゃ大事。そういうことね。そう。そうやね。なので、この辺が、次以降どうなるかっていうのは、結構心配ではある。こっから10日まで朝怖いやん、俺ら。ドキドキしながら起きなんか。毎朝な。毎朝受験発表みたいなね、ほんま。ただ、渡辺がトレードされるってことはないかなとは思うねんけど、うん、その中でも今後ね、ブルックリンとしての役割をよりね、確立するためには、また崖っぷち来たっていう感じ。ついに複数年やとか思ってたらな、次これか。いやー、厳しいね。頑張ってほしいね、俺ら盛り上げていくし。俺らも頑張らなあかんからね。そうやね。そして結局これでアービングが去って、KD&アービングが解散してんけど、エッツに来たのが2019年。で、1シーズン完全2人棒に振ったけど、ここまで3シーズンで2人が一緒にプレイできたんで、どうやら74試合だけらしい。1シーズン行ってないやん。いや、そうやね。そうやね。1日あたりの
試合とお金で割ったら1試合あたりにかけてるコスト半端なくなんな。割り合わへんと思うね。いやそうやね、なかなかやっぱ難しいし、そしてこれでブルックリンとしては当然カイリーを失ったんで優勝候補ではなくなった。お前な、もう最悪やね。なので中長期で言うといいとは思うねんけど、今シーズンどうしていくのかっていうのはこれはめっちゃ難しい。あれますます KD 出して再建もね、頭よぎるね。それも間違いではないな。ただ例えば昨シーズンのダラスマーベリックスみたいにシーズンの途中でねナンバー2の KP を出してルカの周りにロールプレイ集めてカンファレンスファイナルまで行ったっていうこともあるから。確かに。だからこうどっちに動いても正解というか、うん、そうね。なのでブルックリンはこっからね、もしかしたらまた仕掛けてくるかもしれん。ブルックリンファンまた言いたいから、あと3日ぐらいは耐えなあかんかな。もう、うーやで、うーってなるよ。ほんまに。いやー、とはいえね、カイリー・アービングは最短で、日本時間で木曜のクリッパーズ戦から出れるみたいなんで。めっちゃ早いね、ほんま。いや、もう、秒やな。おー。いやー、なのでね、とはいえ、こっからね、ダラス・マーヴェリックス盛り上がることは間違いないし、そして、ブルックリン・ネッツも KD がどうするのかとか、渡辺優太がどんなポジションをこっから築いていくのかっていうのは、このトレードが大きな分岐点になると思います。皆さんは今回のトレード、どっちがね、勝ちだと思いますか？アービングのマブスは、ね、フィットすると思いますか？ぜひ皆さんの熱い思いコメント欄で聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出していくので、どんどん、まだチャンネル登録されてない方はこの動画もやったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月1本 NBA 内たまらないワクワクするのを出していて、ワクワクその理由でも NBA 詳しくなりたいというからね、ぜひメンバーシップ入ってください。NBA オタクになりませんか？なりましょう。サブチャンネルではメインで話したトピックについてもいろいろ話してるんで、ぜひそっちの方もチャンネル登録して楽しんで待っててください。お願いします。 SNS は Twitter、インスタ、TikTok 幅広くねやってるんで、ぜひそっちの方もフォローして待っててください。概要欄にリンクあります。見てください。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。ありがとうございました。まだ次回お会いしましょう。明日も何かが起きるのかな。お騒がせ男帰り。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。スポンサー随時募集しております。ご連絡は概要欄のメールアドレスに送付ください。